球界の王者を決める野球大会の最高峰、その名もパワフルフェスティバル。大会に社運をかけるパワフルテレビは、空前絶後のステージを完成させ、かつてない野球ミステリーツアーの刊行を発表した。漕ぎ出そう未知なる海へ、世界初洋上の野球大会、パワフルフェスティバルオーシャンクルーズ。はい、どうもリベです。パワーフェスやっていきます。パワープロ2018なんですけど、2020がもうすぐ発売するということで、紹介の映像とかもチラチラ見ながら、パワープロ2018遊んでたんですけど、パワーフェスね、実況してなかったんで、ここで一個やっておこうかなと。で、2020のパワープロは、パワーフェスを、最初にやりたいなと思いまして、で、パワーフェス普通にやってたんですけど、2018で。めっちゃ面白いね、やっぱり。このモードマジ神モードだわって思うぐらい、本当に楽しいモードで、今最近遊んでるゲームの中でもトップクラスに面白いんで、ちょっとこれ撮っていこうかなということで、初めからやっていきましょう。はい、ルーキーのお守りがめちゃめちゃ溜まってるんですけど、これは普通にノーマルでいきますね。で、名前なんですけど、適当にサイトで日本人名を、ランダムで抽出してくれるサイトみたいなのなので、適当に選んで名前を付けます。なので、実在する人名とは全く関係ないのでね。はい。はい、パワーフェス1回目っていうか、多分これっきりで2018は終わると思うんですけど、井垣尚弥選手でいきたいと思います。どうしようかな。右投げ右打ちかな。で、ピッピッチャーやってみるか。ピッチャーやってみよう。で、この辺のフォームはまた後で決めれるので、最初は適当にこの辺にしておきましょう。で、得意、どうしようかな。アピールポイントは制球の良さにしておこうか。はい、これでいきまーす。この作品はフィクションであり、実在の個人団体事件等には一切関係ありません。この辺すっ飛ばしますね。で、ここ持ち込みアイテムなんですけど、どうしようかな。スケスケゴーグルでも持ってくか。はい、この辺のストーリーもささっと飛ばして、実際にね、パワーフェスをやりたいんでね。これをやってますけど。試合をしたいのでね。誰にしよう。嵐山美鈴で行こうか。で、この辺も飛ばして試合に進みますが、さあ、ここのね、参加選手4人設定できるので、最初は。いいね。誰にしよう。レベルの低い人の方が、レベル上げてって後からも使えるんですけど、今回じゃあ、でも、あえてフルメンバーで、ちゃんと考えてやろうかな。ファースト一条いいね。ファーストセカンド、あえてピッチャー、ピッチャーは絶対一人いるよな。嵐丸か、長野か。長野にして、で、ピッチャーは自分もいるし、どうしようかな。外野欲しいよな。矢部くんがいるけど、でも、この3人かな。一番いいよね。で、キャッチャーも、悪くないけど、獲得すればいっか。ファースト、セカンド、ショート。取りまして、風なぎね、蝶野ね、佐伯ね、そして一条。振り仮名あるのありがたいわ。さあ、行きましょうか。で、ここで先発中継ぎ押さえね。あえて中継ぎとかやってみるか。あえて中継ぎでね、投げていくスタイルね。
と能力アップしたいところなんですが、まあ最初は変化球1個覚えるか。カーブか、どうしよう、スライダー覚えるか。はい、それでは試合に進みます。まあ1回戦は余裕ですね。余裕とか言って負けると最悪なので、まあ SG でいいんじゃない。さあルーレットタイムですね。準備はいいですか。運命のルーレットです。まあそこまで1回戦はあれですけど、ホームラン2本で3人ね、 OK。 まあ1回戦はホームラン2本は簡単に打てるでしょう。オーダーを変え、まあいや超のもったいないな。平山、うーん、いやーそうね、まあでも SG から誰が取りゃいっか。最初はね長野でいきますか。でもうね風薙、一条、ファーストセカンドショート揃ってるので、でセンター矢部くんだし、センターラインが揃ってると非常にやりやすいね。まあこれでいいでしょう。いきましょう。眩しい日差し、さだめくん波音、カモメの声が呼んでいる。野球界最高峰の大会パワフェスが今回舞台に選んだのはなんと海。この豪華客船クイーンオブフェスティバルにてこれからまさに激闘が繰り広げられようとしています。そしてパワフルテレビが送り込むパワフェスチャレンジャーズはどんな戦いを見せるのか。さあ聖郎なれども波高し、パワフルフェスティバルオーシャンクルーズ。さあ1回戦 SG 高校戦ですね、いきましょう。先発長野、さあ行きます、行きましょう。テンポよくね行きますよ今日は。ああ打たれちゃった、いきなり今日は3回戦までやろうかなと。で準決勝決勝を最後の裏ね、裏決勝をパート2で後編としてやろうかな。ここは普通にチャンス作られたね。喋りながらとね若干集中力がなくなるんですが、さあここはファーストゴロ。さああと一人しっかり抑えていこう。最後スライダー、オッケー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 、風薙の守備ね、えい。さあしっかり抑えて、さあこっからですね。いきなり佐伯がツーベース。1番佐伯はだいぶ攻撃的だな。うちのね、内野じゃなくてうちのね。ここはまあ1点は取っとこうか。確か4点取ると自動で変わっちゃうから、4点の時にしっかりホームランを打ちたいね。矢部くん続いて、うわ惜しい。ここはセンター前に、はい引っ張って OK。 さあチャンスで一条、まあここ別にホームランでもいいけど、あえてセンター前、ここは2人いっとくか。ここでホームラン狙おうか、風投げで。はい来たー。まあでも1回戦はねこうやって簡単に点が入るので、でここしっかり抑えれば即スキップされると思うんですけど、ここはしっかりインコースのボール球を使って、うわーこれはファールだね。すごい内野安打かと思ったけどシュートね。はい変幻自在、素晴らしい。これはほ、うん、うん、ボッコボコですよこれ。あらまあらま、14対0。
打席には9番バッター。あ、で自分じゃん。変化球ビンビンに切れています。しっかり抑える。投げました。ストレートはボール。ここはインコース。オッケー、抑え。うわー、サードはねちょっとね違う人だからね。スライダー惜しい。ここはまあ勝負のインコースか。これで決まるのか。はい、オッケー。チャレンジャーピンチを招くも見事勝利しました。さあ1回戦終了。理想的な試合展開。しっかり勝っていきます。さあ経験値もらいまして、アイテムもらいまして、キャッチャーね、桜の宮、キャッチャー桜の宮が仲間になって、あとはピッチャー、あれ、一歩、あ、そういうことか。うわ、森がゲットできんか。まあいいや、イヌキを仲間にします。で、マネージャーもね、仲間になってくれたね。さあ、船内散策は、まあ、ここはメインホールで、調子上げとくか。調子が上がるんだね、ここ。やる気か。やる気が上がりますね。さあ、それでは2回戦に行きましょうか。おっと、ここで台風か。マジか。早いな。能力上げてこう。まあコントロール D はいいとして、球速が134か。で、変化球スライダーを2にして、スライダー3でいいか。あとは落ちる球、チェンジアップでいいんじゃないか。まあ、あとはタイピンチとか、まあ、まだいいな。さあ、それでは台風の試合やっていきましょうか。経験値2倍なんですけど、黒金があと1人、イレブンもあと1人か。まだ獲得してない選手もいるので、そっち優先でいくと黒金かな。さあ行きましょう。スケスケゴーグルいきなり使ってもいいかもしれんけど、ここはやめよう。あえてやめます。そしてルーレット、まだアイテムは使わない。 DH なしで先行で点差次第ね。 OK。 さあ、自分じゃなくて猪木でいきましょうか。そして、サード、桜の宮キャッチャーでこうかな。まあ、矢部くんから入ってって、レフト、サードが弱いか。ライトも弱い。なので、センターラインをしっかり守っていってっていう感じかな。さあ、2回戦です。本日は厳しいゲームになりそうな予感です。強風のコンディションがどう影響するか。一塁側は注目のチャレンジャー。対する三塁側は、世の中銭や金儲けや、合言葉は一発逆転成り上がり。黒金商業高校が登場だ。さあ、パワフェスチャレンジャーズ対黒金商業高校第2回戦の模様を私熱森宗敦が熱くお届け。さあ、2回戦黒金商業高校戦ですね。いきましょう。先発は猪木、制球自慢のマイペースらしいよらしいよ。ゼニガタね、いきなりか。1番ピッチャー、いいね、投げやすいね。コントロール A はほんと投げやすい。はい、チェンジアップ。宝塚か、こいつ意外に怖いな。インコース、ここで最後チェンジアップを。あー、見逃してくれた、ありがたい。よかった。グラウンドにはゼニが落ちているを座右の銘に、とんでもないハングリー精神で。さあ行きましょう。ゼニガタ乱闘。さあ出た、今日も
も元気にご登場、魅惑のメガネボーン矢部亜希雄。矢部くんいきなりホームラン狙ってもいいな。完全なボール球。さあ次の球。オッケー、これでかいぞ。来たんじゃない。はい、オッケー。先頭打者ホームラン。さあ2番桜の宮、センター前じゃない、もうこれはもう割っていく、左中間をしっかり割っていってツーベース。佐伯ね。お、これ入ったな。3点先制。4まだな、うん、まだ打てる。いや打てないか、しまったな。まあただ犬木のこの制球だったら余裕で抑えれる気がするけど、最後チェンジアップをね。はい、ただここはねセンターラインは強い、素晴らしい。あーっとここはしっかり抑えないといけないね。よし、これでチェンジアップ。はい、ちょっと甘くても大丈夫、タイミングを完全に狂わせて。さあしかも満塁、満塁はえぐいな。ここは危ない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 、危ねえ。サード弱えんだよ。ああよかったよかった。そしてまた満塁。これ変えてもいいかもしれんけど抑えたいね。いいよアウトロー。あ、いい、素晴らしい。ここでもうチェンジアップで、振ってくれん。はい、スライダーをボールゾーンへ。ここ危ないか、これは大丈夫、これは大丈夫、これは大丈夫。 OK、 よし抑えた。5点差ね。 OK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  で自分か。ここはねもう大丈夫でしょう。取る、取れない、チェンジアップを一球挟んでタイミング狂わせたところをスライダー。いや、いいね、いい感じに。ああ、入っちゃった。 OKOK 抑えた。9対2、いい感じで2回戦も突破だね。さあ経験値もしっかり入って、大金くんもね仲間になって、ああそうだね、銭形仲間にしとくか。そうすると祝いか宝塚、祝いにするか。うん、守備うまいしな。銭形と祝い、サードと外野だからね、素晴らしい。さあそしてどこにする。ブリッジにしようか。ブリッジでもなんかあんまりやることないか。なんか、あ、精神ポイントよそんだけだった、ミスったな。ただまあめちゃくちゃ強い選手を作りたいとかそういうのはないんですけど、とりあえずね、最後までやりたいっていう感じですね。最後まで勝ち抜きたいと。球速上げとくか。143。まあまあだね。コントロールも C になるな。で、チェンジアップを2にしといて、あとはまあ、もう一球種、あ、シンカー。どうしようかな。早い。カットボールか。カットボールでもスライダーと一緒か。
ってなると、いや、ここはカットボールにしよう。カットボールを2にしよう。さあ、それでは3回戦いきますよ。おっと、ここできた？プロ野球レジェンズ。いや、マジか。いや、でも、ここは、プロ野球レジェンズだと多分負け。あんま自信ないんだよ。で、勝ったことない気がする。プロ野球レジェンズは。最強にするわ。ここはじゃあ、リモコン、リモコンあんまりだな。ここも温存かな。ここも温存するわ。さあ、ルーレット。お、勝てば3人。素晴らしいね。さあ、オーダー見ていくんですが、銭形先発でいいんじゃない？蝶野も調子があんまり良くないからね。で、矢部くんと、岩井がサード入って、外野が弱いか。佐伯一条大金、ね。これでいっか。はい、行きます。試合開始。歴戦の強者が散っていき、このビッグイベントも3回戦に突入しました。一塁側はここまで快進撃を続けているチャレンジャー、その実力は本物でしょうか。そして待ち受けるは、あーっとフェンスの上に立っている。何やってるんだ、危ないぞ。降りるのに苦労している。決めてみせたが決まっていないぞ、海峡高校。さあ、パワーフェスチャレンジャーズ対海峡高校第3回戦。このさあ、3回戦いきましょう。海峡高校戦です。さあ、行くぞ。銭形、銭形初めて使うけど、シンカー、スライダー、フォークね。両がいい。特徴がよくわからんが、それなりの能力はある。さあ、スライダー振ってくれたんで、ここはインコースに決めていく。素晴らしい。さあ、矢部くん行きましょう。いきなりね、打てるんじゃない？はい、来た、センター前。この辺からちゃんと打ってかないとね、下手したら負けるんでね。矢部くん走るか。いや、やめとくか。と思って走る。OK。風投げはここは、つなぐか。あら。カウントちょっと間違えた感じだな。ミスったな。いやー、あのフォークがちょっと、ね、ゴーってめっちゃ落ちるからね。いや、ここは犠牲か。1点は取っときたい。そして1条ね。ここはまあストレート1本狙いかな。スライダーでもいいけど。いや、今打てたな。これは入ってない。 OK。インハイ来い。インハイ来てくれ。いやー、ここはちょっと避けられたな。大金くん初球か。これ打ちてえな。あー、今まんまん中来たな。いや、これはちょっとダメか。どうだ、厳しいか。しっかり抑えられちゃった。痛い。カウントワンストライク。こいつ怖えな。なんかフォーク振ってくれるんじゃないか。フランナー、ここもじゃあインコースだ。OK。しっかり取って。さあ、岩井幸吉です。さあ、岩井ね。さあ、1球目。
足が遅えな。うわーうまい。しっかりフォークボールを逆方向に。桜宮打てるぞ。よし、岩井危ない。ここはね、うわバントはすごいバントだったぞ今。サードに危なかったな。さあここはしっかり点を決めていこう。走れ。いやー、今の判断は微妙だったかな。ゴロゴーだけど、まあいい。矢部が返すまでだ。矢部が返せばいい。いやフォークはね打ちづらいんすよね。さあ外してくるのか。フォークばっかやな。さあ勝負してくるのか。落ちる球。いやここ勝負。よし、しっかりセンター前。チャレンジャー1点先制、1対0。もう一人佐伯、ああ打たせてくれんか。そしてここバントシフトしよう。まあ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 、仕方ない。確実に抑えたい。よってボール、カウント2ボール。ここはスライダー1個。キレッキレの変化球に手が出ません。ストレートはストレート、そして落とす。いやー外れた。チャレンジャー同点のピンチ。勝負のインコース。打ちました。粘るな。じゃあここはねあえての進化。はい、ファールチップ三振。いい球を投げ込みます。球威のある直球。いいよ。ここでスライダーを。いやーちょっと入っちゃったけどファールしてくれた。振ってくれんな。これシンカーがいいな。ここは大金。オッケー。よかったよかった。そして佐伯か。はい、来た。オッケー。上に上がんなかったな。一条のランナーに睨みを利かせます。投げた。はい、どうだ、どうですか。フェンス直撃。帰ってこれたかな、微妙かな。さあチャンスで大金。余裕たっぷりでバッターボックス。リードを広げておきたい。投げた。いやー、ここは犠牲か。犠牲です。そして風投げね。打つぞ。はい、いやー守備が上手い。いやーちょっと上がらんかったな。ナイス守備だ。佐伯が打ってくれるでしょう。落ちる球見送ってボール。さあ次の球打ちました。いやーこれも上がらない。球が上がらんぜ。ただここはしっかり塁に出て、はい、いい当たりすぎた。いい当たりすぎたな。大金くんパワーがないからね、ちょっと厳しいかもな。来たか。ツーベースだな。大
ご到着しています。今日初めての日になりました。さあ岩井だ。さあ岩井、何かを起こしそうな気持ちで飛んでいった。ゴール直撃、スリーランホームラン。完璧に高めの抜けたフォークを捉えて 5-0。 これはもういったでしょう。さすが、おっと3点取られたか。ただここで一条の、あい、おわ、惜しい。これは打ってくれる。打てる。はい、来た。どうだ、入らないか。まあでも3点差がついて、てか勝てば3人だったっけ。勝てば3人なので、オッケーオッケーオッケー。さあしっかりあとは自分が抑えると。142からの、ここでチェンジアップで緩めて、タイミング狂わせといて、最後カットボールをインコースに。これでおしまいと。オッケー、特に問題なく勝てた感じだな。はい、それでは、経験値をもらいまして、今回はここまでかな。1回を全部取ろうとするとパーフェス長いんで、3回戦まで取って、で後編として、言ったんですけど、準決勝、決勝、そして裏決勝やっていこうかなと思います。はい、そんなわけで今回はここまでで終わろうと思います。ゴーが仲間になって、あとは、あ、こいつか。俺こいつ名前読めねえんだよな。名前読めねえってか、あ、この二人か。ピッチャーばっかになるな。獲得してないのがピッチャーばっかになるけど、ピッチャーばっかにするか。落書きとバット持ってるのにピッチャーなんだな。落書きと五津愛希。五津愛希。ほう。よしよし、ピッチャーばっか獲得して。で、フードコートにしようか。インド料理ね。はい。はい、そんなわけで今回ここまでです。準決勝、決勝を。ボス戦は次回にしたいと思います。それではお疲れ様でした。さよなら。